なかなか皆さんチャレンジャーですね。結構いいよないわ。この辺がね、一番大変なところ。初めてだったんですごいワクワクして乗ったんですけど、はい、急流も水が冷たくて結構量が すごくてもうドキドキでした。むっちゃ楽しかったです。やっぱりこう気持ちいいなと思いました。なんかマイナスイオンを感じたりとかで、緑がこう川にこう映ってる、これがすごいなと思いました。水も綺麗だからきっとそうなるんだと思うんですけど、もうむちゃくちゃ楽しかったです。